戦しますか。はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4続けてやっていこう。前回はどこだったっけな、ここだ。平原砦でケロックと遭遇して息子について問いただしたけど、なんだっけな、インスティチュートという場所にいると。インスティチュートっていう人造人間の名前だったと思うんだけど、インスティチュートという場所にいると言われて、またいろいろと謎が、はいはい、いろんな謎が出たんですが、まあ、ケロックは倒してと。で、主人公髪型を変えました。ここでヘアカットして、あの長髪だったんですが、後ろに束ねてるという感じの髪型になったといった感じかな。で、前回そのケロックをこのどれだっけな、ミニディフクでぶっ飛ばして、これだ、ケロックピストルを手に入れて、これにリフレックスサイトをつけて改造したといった感じかな。このピストルは確かクリティカルヒットのためにアクションポイントが回復するというレアなリボルバー。ダイヤモンドシティのアホ探偵が2人に増えたのか。そして霧がすごいな。このダイヤモンドシティの市長の部屋がある方の受付の人にお金を払ったところ、ダイヤモンドシティの住宅を購入できて、ここにホームプレートを構えることができた。ちょっと入ってみよう。はい、お家です。ちょっとがれきがたくさんあったから、それを撤去して、まだ何もほとんど何も置いてない感じ。とりあえずウェポンラックをつけてランチャーとかを保管してるぐらいかな。でそれで今回は何をするのかというと、またリユニオン、クエストリユニオンが継続中で、ケロックをぶっ倒して、パイパーと話をするということになってるんですが、前回あの平原砦からあのエレベーターで外に出た後に、ちょっとすごいものを見かけて、そこはちょっと実況してなかったんですが、動画があるのでちょっとご覧いただこうかな。はい、こんな感じで飛行船が飛んでいたと。おまけにそれが BOS の飛行船。危害を加えないと言ってたんですが、あのニックだとか人物、いろんな人物から話を、おい何かしてやろうか、話してくれ。聞いてみたら、何か言いたいことはあるか。バレンタイン探偵事務所の看板は、しょっちゅう言うわけじゃないけど、今言えるのはこれだけだ。分かった。BOS が戦争仕掛けに来ただとかをほのめかした、ほのめかしたっていうか、そういうの言ってる人が結構いて、で同時にラジオを受信したので、どれだったっけな、ラジオとクエストだ、この群周波数 AF95 を聞くっていうの、こっちちょっと気になるからやっていこうかな。リユニオン一旦保留で、でこれだ、繰り返す。あ、パラディンダンスだ。こちらはパラディンダンス、周波数95で呼びかけている。すべての BOS 部隊は配置転換のために直ちにケンブリッジ警察署に帰還せよ。帰還せよ。繰り返す。あ、それだけか。飛行船が飛んでたけど、それと関係あるのかな。じゃあケンブリッジ警察署に行ってみよう。やってきた。お、ルールに間違えられないけど、見ろ、シニアスクライブ、あるだけの弾薬を使い果たしたんだ。 BOS ナイト、
楽しみをすべて逃してしまったようだ。これみんな BOS の人たちか。あなたは BOS ナイト。すみません。シンペイ、パラディンダンスが中で待ってる。はい。パラディンダンス。カバルリの到着だ。随分でかい武器を送ってきたようだな。カバルリ？あの飛行船？派手にやるなとかあるな。カバルリとは？なぜ BOS はあれを送ってよこしたんだ？我々はこの船をプリドゥエンと呼ぶ。プリドゥエン。大攻勢をかけるに足るだけの軍勢と物資が積んであるのだ。船が来たということは、エルダー・マクソンもこちらに来られたということだ。それはすなわち戦争になることを意味する。戦争？え？戦争を起こしたいのか？あんな代物を出してきたってことは、BOS は戦争を仕掛ける気に違いない。使う予定もなしに大量の武器を持ち出す奴はいない。もし歴史が何かを証明するとしたら、それは圧倒的な力を見せつければ、争いを起こる前に止められるってことだ。それに、これほどの力を自由にできるというのになぜ自制する必要がある？前にも言ったが、もうすぐお前もプリデュエンをより身近に感じることになるぞ。乗れるのかな。報告に上がるよう命令を受け取ったのだ。警察署の屋根までついてこい。ちょっとした船旅に。本当に出発だ。船旅やった。乗れるんだ。ちょっと聞きたいことがあるんだが。あ、はい。どうした？どうかしたのか。こっちも同じことを聞こうと思っていた。そのあんたに起きたことについてなんだ。あんたの家族にいろいろあっただろう。だから大丈夫か知りたいんだ。あ、そうだよね。あ、だけど主人公結構メンタル強いからね。なんとかなる。どうってことないさ。今ここにいるんだ。なんとかやってきたってことだよ。見事なもんだ。真似できないよ。ここまでたどり着くのに随分時間がかかった。ダイヤモンドシティを見つけてほっとしたよ。確かに欠点はあるが、連邦ではピカイチだ。もちろん着いたばかりの時だって人々はインスティチュートを恐れていた。今だってそうだが、当時ほどではないかもしれない。当時はまだ CPG の大虐殺の記憶が生々しく、みんな壊れたマスクが心配で夜も眠れなかった。妨害行為をしていると大勢に思われていた。原子炉のメルトダウンか飲み水に毒を入れるかするためにやってきたとね。でも当時みんなは俺を拒絶できなかった。いろいろとなんか新しいワードが出てきたな。壊れたマスク。壊れたマスク。この町に来るずっと前の話だ。紳士っぽい男がダイヤモンドシティに現れ、パワーヌードルに向かったらしい。あの食べ物が気に入らなかったんだろう。ピストルを抜き、喜んで食べてる連中に発砲したんだから。セキュリティが奴を蜂の巣にして倒した。サーボとスプロケットだらけだったそうだよ。俺と同じようにね。どうも誤作動で暴れたらしい。誤作動？人造人間の外見が俺のようではなく、みんなに似てきたと人々が気づいたのはその時だった。彼らが経験してきたことを考えると、受け入れてもらえたのは運が良かったとしか思えない。なぜ受け入れられた？なぜ受け入れられたんだ？市長の娘を助けたからさ。15歳ぐらいで、当時の市長をヘンリー・ロバーツが可愛がっていた自慢の娘さ。当時の市長。ミス・ロバーツはある晩知り合ったキャラバンの一人と駆け落ちしようとしたんだ。その男は誘拐団の一員だと分かった。泣いてる少女と4人のゴロツキに出くわした時、自分が一体誰を助けようとしているのか分からなくなったよ。彼女を自宅に返してやったら、市長から英雄と言われ家を与えてもらった。俺のことをスパイだと言って抗議する人が大勢いたが、市長は信じなかった。町に入ったら油断できないと最初は思ったが、自分が何者かを隠そうとはしなかった。それが良かったみたいだ。なるほど。馴染みにくかった。馴染みにくかったか。確かに楽じゃなかった。誰もしたがらない仕事に取り掛かったんだ。ダイヤモンドシティで何でも屋をやるのは廃墟にいた時より疲れたね。でも俺が市長の娘を助けたことをみんな忘れていなかったんだと思う。だから誰かが行方不明になると助けを求めてくるようになった。
女房が新しい愛人と駆け落ちし家賃を持ち逃げした。じゃあ人造人間に相談しろ。父親がうろたえ真夜中に子連れでグッドネイバーに引っ越すと言っている。爆発後にそんなことをするなんて愚の骨頂だ。ニックを呼んでこい。そのうち引っ張りだこになって便利屋の仕事を頼むとも言われず使われるようになった。あの頃はとても楽しかった。まだ料金を取り始める何ヶ月も前のことだった。人造人間ニックを辞めたつもりはないが、みんなは探偵ニックとして会いに来てくれた。いろんなことがようやく普通だと感じられるようになったのはその頃だった。居場所は自分で作るものだと気づくのに随分かかった。ある程度の時間と努力を費やせばここだってホッとできる場所になる。長々と話したが役に立てばいいと思ってな。先に進むか。よし行こう。ニックの過去の話が聞けたな。じゃあいろいろとあって信頼を勝ち取ってダイヤモンドシティにこうして住み着いていると。主人公の心配をしてくれたけどほとんどニックの話になっちゃったな。それでついてるね。上に行く。あんたの人造人間をめちゃくちゃにしないでやったよ。ここか。出てきた。パワーアーマーしてないけどよかったかな。クソヘラル。ヘリコプターあるよ。これに乗れと。エルチバード。あ、これで飛空艇？飛空艇というか飛行船？飛空艇？まで行くと。200年前の飛行機で飛ぶのか。大丈夫だろうな。200。あ、これミニガンついてるよ。いつでも発射できる。戦闘時に敵を照準に捉えた時は。おお。あ、飛んでる。連邦飛んでる。始める前に目標をしっかり見定めておけよ。地元住民を災難に合わせたくないからな。そっか、敵がいるかもしれないか。お空を飛んでいる。ここからだと連邦も違った表情を見せるだろう。あ、あれ USS リップタイドの残骸だ。戦場の感じ方がなんと劇的に変わることか。いつだって驚かされない時はない。インスティチュートとの戦いの際はこれを役立てねばな。奴らの技術が優れているのはすでに分かっている。それはつまり武器庫にどんな武器が隠してあるか知りようがないってことだ。幸いにも我々には空での優位性と戦術の知識がある。それで状況が良くなってくれればいいが、まず何よりも奴らを見つけ出すことだ。きっと我らが着くまでにエルダー・マクソンが万事計画を整えてくれているだろう。そっか、インスティチュートとの戦争か。誰かいる。レイダーか。下の連中が我らの大義を信じてくれるならいいのだがな。だが彼らの目は無説や誤った情報により曇らされてきたのだ。 BOS こそが連邦を生かす最後の希望であると分かっていない。男も女も子供たちも下にいる者たちは皆命の危険にさらされている。我らが失敗すれば敵が全ての民を制圧するのも時間の問題だ。この浄化は我らの責務だ。その勝利を確かなものとするためなら喜んで自らの血を流そう。なんだあれ。空港への最終進入路に入ったぞ。ロボットがある。前方にプリデュエンが見えてくるはずだ。フライトデッキでランサーキャプテンケルズと落ち合う。私のそばから離れずに彼の質問に全て答えるのだ。質問に答える。これ乗っちゃうのか。どこにいるんだ今これ。ここにいるんだ。想像してた以上に BOS ってたくさん人いたな。ボストン空港。霧がかっててよく見えないな。でかい。
今この時から全てが変わるのだ。あ、飛んでる。覚悟ができていることを願うぞ。はい、戦闘に参加しろと。止まった。任務報告に出席する。機銃から離れたい。離れた。フリードエンね、覚えよう。フリードエンという機空艇。高い。あれが下に誰か見える。あれ誰だ。あれ普通の人か。すごいな。結構奥まで来たよ。おい、聞いているよ。乗船許可はお持ちで。さあ。確認した。よく戻ってきたパラディンよ。まず最初に任務成功おめでとうと言わせてもらおう。そしてこちらが新入りかな。はっ。すでにイニシエートに戦地昇進させてあります。また個人的にはこの者が異界に加わる際の身元引き受け人となりたいのですが。ああ、貴様のレポートは読ませてもらった。喜ぶがいい。エルダー・マクソンが申し出を認可された。新入りはお前の下に配属されることになる。ありがとうございます。さあ、では現在私への命令は。フリルウェンに残り、次の指示を待て。了解です。さあ、アド・ビクトリアム・キャプテン。アド・ビクトリアム・パラディ。アド・ビクトリアム。パラディンダンスの配下に。入った。ニック連れてきちゃったけど、よかったかな。ベルチバートでバラモンを作るまでは生きてるとは言えない。すが、大変なことになったな。フリドエン司法司令デッキ。おお、広いかな。いただいて。部品集めか。あ、これはしごか。フリドウェンメインデッキ。こっちはなんだ。いや、あ、エルダーマクソンだ。エルダーマクソン。ランサーキャプテンケルズに話すという命令だろ。命令には忠実に従うべきだ。ひげ生やしてるけどいい人。ジーウェイク。状況報告。すべて順調です。変わりありません。よろしい。あ、違うな。そうだ、さっきのキャプテンに話しかけないといけないんだ。戻ろう。この人が。あまり兵士らしくは見えない。兵士らしくない。人は見かけによらない。人は見かけによらない。私は個人的に船に乗るすべての新入りを詳細に検査すべきだと主張しているのだ。パラディンダンスの報告は読ませてもらった。お前が BOS にとって大きな力になると考えているようだ。我らと共にあってもお前にはかなりの自由裁量を認められるだろう。しかし一つはっきりさせておきたい。 BOS が連邦までやってきたのは明確な一つの目標があってのことだ。この船のキャプテンとしてどんな相手だろうと我らの任務を危険にさらさせるつもりはない。そいつがいかに自分を重要人物だと思っていてもだ。理解したか。任務内容は正確にはどんな任務なんだ。それを言う権限はない。ない。間もなくエルダーマクソンが上院に演説を行うだろう。そこで全ての疑問の答えが出るはずだ。さてまだ他に何かあるか。それとも私が言ったことは全て分かってもらえたかな。おっと、ヒントもなしという選択肢があるそう。一丁やってみるか。ヒントもなしか。頼むよ、こっちにはそれだけの価値がある。よせ。ダメでした。今はエルダーマクソンの演説を待つしかない。今は質問は抜きだ。動いてもらう時間が来たの。分かってるのか。今はそれだけだ、兵士よ。次の命令だ、はい、演説に備えてコマンドデッキに進め。その後でエルダーマクソンが話したいとのことだ。
何か質問があれば今私に尋ねよ。出なければ解散だ。パワーアーマー、あ、そうだ、 BOS に正式に参加したらパワーアーマーがもらえるって言ってたな。パラディンダンス、パワーアーマーはどこ、パワーアーマーはどこで手に入る。 BOS パワーアーマーの着用はナイトだけに許可されている。お前はナイトではないからまだ無理だ。まだ無理だ。エルダーマクソンから称号を授けられるまではこれまで手に入れたもので間に合わせておけ。他には？オッケー、大丈夫。もう質問はない。では直ちにコマンドデッキに向かってもらいたい。解散だ、イニシエイト。オッケー、さっき言った人だな。ようこそ、エルダーマクソン。どうしたちよ。ここに至るまでの道のりは長く困難に満ちたものであった。連邦に到達するにあたり、かように速やかに事を運べたのはひとえに諸君ら一人一人の期待を超えた働きのおかげである。諸君らは偉業を成し遂げたのだ。理由や目的も知らず、その手がかりもないままに。特に心を動かされたのは何一つ疑問を抱かずにそれを成したということだ。船はあるべき場所に着いた。今こそ我らの目的を、使命を明らかにする時である。眼下に広がる連邦にはガン細胞が救っている。インスティチュートの名で知られる悪性腫瘍が、それが地表にはびこる前に切除しなければならぬ。奴らは近年世界に二度目の破滅をもたらしかねない危険なテクノロジーを用いた実験を繰り返している。そうしてインスティチュートの科学者どもは核兵器の破壊性をはるかにしのぐ武器を作り上げたのだ。彼らはその創造物、人造人間と呼ぶ。このテクノロジーがもたらした忌むべき機械人形を自らの頭で考え、人間のふりをするのだ。機械が自由意志を授かり得るという考えは不愉快なだけでなく極めて危険である。それは原子力と同じく、正しく利用されなければ我らの死を絶滅に追いやる可能性を秘めているものだ。私はインスティチュートに一連の実験を続けることを許したつもりは全くない。故にインスティチュートと彼らの人造人間を BOS の敵とみなす。かの者たちは速やかに一片の情けさえかけることなく処断されるべきである。この作戦は皆に多大な犠牲を強いるものだ。多くの命が失われるであろう。しかし最後には我らが人類をその最強の敵、すなわち人類それ自体から救済するのだ。アドビクトリアム、アドビクトリアム、アドビクトリアム、アドビクトリアム。諦めるなブラザー、ここにいるのは連邦を救うためだろう。スーパーミューインスティチュートとの全面戦争、信じられない。話す、エルダーマクソン。そこまで間違った方向に向かったの。彼らのことを気にかけているのだ。わかるだろう、連邦の民のことだ。戦争準備をしておいてか。気にかける、戦争の準備をしていたはずだが。一つの戦争を防ぐため我らの手で戦争を起こす。そのために BOS はここにいる。この二つの違いは、我らの戦争なら文明を灰にすることはないという点にある。なんか否定的な選択肢が多い。何が望みだ、何が欲しいんだ。この星に対する義務を受け入れてほしい。変化をもたらすためにな。パラディンダンスの報告を読んだ限りでは、君はすでにその道を進み始めているのだよ。彼は私が最も高く評価している戦闘指揮官の一人だ。その点を鑑みれば、推薦としてはこれ以上のものはあるまい。故に今この時より、お、ナイト、ナイトの位に助する。その位階にふさわしき装備として戦場で身を守るパワーアーマー一式を授けよう。誇りを持って身につけるがいい。やった、全力を尽くす。期待に添えるよう最善を尽くそう。物に釣られるスタイル。いずれにせよ、まずはプリドゥエンや我が配下の者たちに馴染むことだ。それが終わったらフライトデッキで報告してくれ。新しい命令がある。プリドゥエンにようこそ、兵士よ。光栄に思うぞ。パラディンダンスに報告する。自分の保管コンテナを開ける。ナイトに慣れた。メインデッキと、メインデッキ行ってみよう。メインデッキ、
あ、この辺もう取ってっていいんだ。この辺も持ってっていい。自分の、あ、これはダメか。これエルダーマクソンの部屋か。フライトデッキでは足元に気をつけてね。これは開けられない。こっちはダメ。ここもしかして自分の部屋？違うな、キャプテンケルズ。ナイト。広いな内部。ブロクターイングラムがこのスーツは昨日テストする必要があったと言っている。そうか、わかった。とりあえずバラディンダンスと話すか。ああ、わかった。発砲中だ。お。なんか透けてるけど。ダンスとエルダーマクソンへの報告を終えた後で試験を行います。パラディン、全部表面だけのようね。船に現場時間が長いのがたまに傷がついた。パラディン、ここにいたか。エルダーマクソンはどうだった？ありがたい。年齢、熱い男だ。実に熱い男だ。自らの言葉すべてに責任を負っているように思える。もちろんだ。どうして責任を負わずにいられようか。ただ分かってもらいたい。お前をこれほどすぐに受け入れるために私がどれほど骨を折ったことか。率直に言うが、もしお前が失態を犯したら我らは共に沈む。ほう、期待は裏切らない。期待は裏切らないさ、ダンス。約束しよう。よろしい。すぐにでもパワーアーマーに飛び乗ってインスティチュートに戦いを挑みたいという熱意は分かっているが、物事には順序というものがある。チームの一員として力を発揮するためにはこの船の様子について学び、乗組員と親しくなることが欠かせない。正式に身元引受人に任せられたからには行動するときは私を連れて行くよう勧めておく。一緒に来るのか。今から一緒に来る必要があるのか。連れて行けば役に立つぞ。まあそうか。別の言い方をすれば、パラディンをそばに置かず自分自身の第一印象で勝負したいってことだな。ならあとはお前次第だ。いや、一緒に行こうか。いいだろ、行こうか。素晴らしい。あ、これで、なるほど、一緒に来ると。じゃあ一回日光、じゃあレッドロケットトラックストップに移動させておこう。これでシャドウオブスティール完了。人類が二度と見ない再来を繰り返さないです。別に10分前に報告するはずだったのです。もし直せなかったら。パワーマ、直せるさ。マイアラークを蹴散らす覚悟までしてきてくれたんだから。フリドウェイ、壮大な船だ。そんな船をいろんな人がいる。僕のパワーマン、これもしかして。そんな風に立ち去るのは明らかに失礼よ。 EOS-T60B。 狩りができた。おお、フュージョンコアも入ってる。援護なしでデスクローと戦うのは最高の死に方だ。でこの人々と話して信頼をまず勝ち取れと。覚えておけ。ここに BOS の代表としているんだ。何恥じないようにしよう。はい、よし。これターミナル、スケーティゲート。ナイト、前に来なさい。この忌々しい檻に閉じ込められているが噛みつきはしないよ。居心地が悪そうだ。居心地が悪そうだ。それほど悪くはない。ここは保管倉庫だ。おそらくすでに予想はついていると思うが、この船の主計官であるプロクター T が、プロクター BOS の貴重品に常に目を配っていられるよう時の権力者にここに閉じ込められたんだ。任務に出発する前に物資を補充する必要があるならここで買うことが。買い物か。そうなのか。それは耳寄りな情報だ。鼻血がわかるタイプでよかったよ。必要な装備は自分で買う必要があるというと、ほとんどの入りたての新兵は軽蔑した目をするんだ。嬉しいことにキャップが絶えず流通することで君が持ってくるものを何でも買うことができる。主に興味があるのは武器だが、役に立ちそうなものなら何でも買うよ。もちろん片手間でもう少しキャップを稼ぎたいなら別件の仕事を紹介できるかもしれない。別件の仕事、いいね。いくらか余分にキャップを使えるかも。キャップは必要だよ。そしてキャップはここで使ってもらいたい。それが最高の組み合わせだ。
少しばかり肉体労働をしたり地元のファームとやり取りをするだけだ。このお一人様動物園から出られないからには代わりに足で稼いできてくれる人が必要なんだ。顔合わせが済んだ後で詳しいことを話そう。ところで他に何か必要なものがあるときは銃とかもっと弾薬など必要なときは知らせてくれ。オッケー、プロクター T ガン。よし、じゃあとりあえず今回はここまでにしようかな。とりあえず次回もじゃあこの BOS のクエストをまた継続していこう。メインクエストも気になるところだけど、そしてインスティチュートとの戦争に臨むとパラディンダンスが一緒についてくることになった。じゃあ次回はこの飛行船で仲間と何人かの仲間に話しかけてとりあえずしてもらおう。それでは今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。